それがこの男の信念。 IWGP ジュニアヘビー級王者高橋ヒロム。今年はめちゃくちゃいい年です。自分の目標でもあったことがいろいろとできつつ、最多防衛に向けても、ね、順調に進んでるので、夢に向かって突き進む王者の次なる相手はジュニアの祭典ベストオブザスーパージュニアでヒロムにそれぞれ土をつけたマイク・ベイリー。ヒロ君がすごい強いね。でも僕は世界の一番ジュニアとジュニアハイウェイだ。そしてリオラッシュのはずだったが、リオラッシュ明日試合できないってさ。リオラッシュが体調不良で緊急欠場。そこに名乗りを上げたのが、明日のスリーウェイリオの代わりは俺しかいねえ。おととい仙台大会のメインイベントでヒロムからスリーカウントを奪い取った。一番の出会いだよなあ、その伝統が欲しいんだよ。友の無念を晴らすため、そして過去2回挑むも届かなかった憧れの至宝をつかむため、勝負に出る。俺はね、世に負けてるんでね、従いますよ。ヒロムちゃんは疲れた時こそすごい男なんでね、皆さん知ってるでしょ。こんな時こそジュニアの力を見せてやる。またまたまた。さあ勝利へ向かって楽しもうぜ。 IWGP ジュニアヘビー級選手権試合スリーウェイマッチ、挑戦者ヨウ VS マイク・ベイリー VS 王者高橋ヒロム。